仙台国際ハーフマラソン大会とは、宮城県仙台市にて開催されている、ハーフマラソン国際大会である。愛称は、森のとハーフ。ハーフマラソンに加えて、5km と 2km のコースも設定されており、約1万人が参加する。日本学生陸上競技対抗選手権大会で、開催されなくなった、ハーフマラソン種目の受け皿の役割も期待されている。 招待選手は仙台市の姉妹都市、友好都市の外国人選手や学生、実業団連盟からの推薦選手である。第17回大会は2007年5月13日に行われ、女子ではアテネオリンピック女子マラソン金メダリストの野口瑞希が1時間8分54秒で優勝した。なお、この記録は大会歴代2位。2位はコンスタンティナ・トメスク。 記録は1時間10分24秒。ハーフマラソンの部は仙台市陸上競技場の東側を南北に通る指導8県工事原町坂下線をスタートして仙台市都心部に向かい、定前寺2で最初の折り返しとなり仙台市陸上競技場を通り越して卸町通で2回目の折り返しをして仙台市陸上競技場でゴールとなる。かつては 仙台市陸上競技場をスタートして、東武流通団地、長町福都心、仙台市都心部を回り、定前寺通りから高等台公園市民広場に入ってゴールする公認コースで開催されていた。さらに以前には大崎八幡宮前を経由していたが、2007年のコース変更により大崎八幡宮前は経由しなくなった。テレビでは、 東北放送を制作局として TBS 系列東北5県ブロックネット TBS 系列局がない秋田県では日本テレビ系列の秋田放送で同時性中継で放送される。ラジオでは宮城県ローカルで生放送され実況、解説はテレビとの同時実況となる。ありがとうございます。